お待たせいたしました。いよいよスペシャルステージのお時間です。ゲストはこの方、世界的な人気を誇るアニメ「新世紀エヴァンゲリオン」の主題歌で平成のカラオケランキングアニメ部門で1位となった「残酷な天使のテーゼ」を歌う高橋洋子さんです。今回は夏祭りシーズンにぴったりの和太鼓バージョンの新曲「残酷な天使のテーゼ祭りスピリット」を歌っていただきます。皆様大きな拍手でお迎えください。高橋洋子さんです。をイメージされて。そうですね。はい、ありがとうございます。皆さん、テレビシリーズのエヴァが今年6月からネットフリックスで世界190カ国で配信がスタートされました。そして主題歌の「残酷な天使のテーゼ」も全世界へより多くの人たちに広まっていくという状況になっていますけれども、この度、今披露していただいたように「残酷な天使のテーゼ」全く新しい形で生まれ変わりました。改めて正式タイトル、高橋さんから教えていただけますか？はい、残酷な天使のテーゼ祭りスピリットです。いや、祭りスピリットということで、もう本当にエネルギッシュなステージで、私も魂をやっぱり揺さぶられた感じがしたんですけれども。そうなっちゃいましたね。いや、なっちゃいましたよね。なっちゃいますね。なっちゃいましたよ。ありがとうございます。やっぱり和太鼓の音というのがとても印象的だったんですけれども、この和太鼓、世界的にも有名な和太鼓奏者、プロ和太鼓集団の鼓動の創設にも携わられた林英傑さんが演奏されているということなんですね。そうなんです。私も大ファンで、もしその、和の世界でやるのであれば、もう英傑さんの太鼓で、ぜひご一緒したいと思いまして、お願いをしましたら、もう本当にね、心よく引き受けてくださいました。素晴らしいコラボレーションですね。ありがとうございます。で、ちなみにこの、残酷な天使のテーゼ祭りスピリット、おととい7月24日に発売されたばかりと。そうなんです。皆様、そうなんです。そうなんです。はい。高橋さん、これ実際に皆さんの前でこうしてフルバージョンで披露されるというのは本邦初公開ですか？そうなんです。フランスではやらせていただいたんですが、日本で生でフルは、今日が皆様初めてでございます。やりました、高橋陽子でございます。いや、今日いらっしゃる皆様では本当にラッキーだと思いますよ。ありがとうございます。いや、この祭りスピリット、振り付けも印象的だったと思うんですけれども、これ日本民謡の先生である揚葉美丈先生が振り付け監修しまして、ここにいらっしゃるイケメンのお兄さんダンサーお二人と作られたということなんですよね。では、高橋さん、ここでその揚葉美丈先生をお呼びしたいと思います。公益財団法人日本民謡協会教授、日本民謡揚葉流家元師範で、さまざまなテレビ番組や CM に出演し活躍されています揚葉美丈先生とそのお弟子さんたちです。どうぞ。皆さん、こんばんは。揚葉美丈です。先生は今回、高橋陽子さんの祭りスピリットの振り付けを監修されたということなんですけれども、先生、もともとなんとエヴァの大ファンなんですって。そうなんです。ちょうどエヴァンゲリオンが始まった時が14歳の時で、まさに新宿の世代で。そうですか。じゃあ、もう今日はあれですか、AT フィールド全開ですか？ AT フィールド全開で、皆さんとの AT フィールドも開きながら打っていきたいと思いますので。では、早速なんですけれども、今回の振り付けにあたってこだわったポイントを教えてください。いろいろさまざまな伝統舞踊、民族舞踊ですね、いろいろ地方の手を入れたりもしたんですけども、何よりちょっとこだわりはエヴァンゲリオンのですね、プログレッシブナイフっていうんですけども、それを構えるこの2号機のポーズですね。これは何か名前とかあるんですか、このポーズって。これでタッチしよう。タッチをしよう。これでタッチしたね。なるほど。これでシンクロ率を上げるという、一応そういうシンクロ率を上げるんですって。皆さん、これはエヴァタッチです。これはエヴァタッチ、エヴァタッチだそうです。覚えてください。エヴァタッチって言います。エヴァタッチって言います。皆さん、今横の人とエヴァタッチぜひやってみてください。エヴァタッチですね。今日からそうですね、シンクロ率を上げていきましょう。なるほど。じゃあ、ちょっとそれも踏まえつつ、ここからはですね、先生とお弟子さんたちからレクチャーをちょっといろいろお願いしたいと思いますので、ぜひご覧の皆様もご参加いただいて、先生、レクチャーの方お願いいたします。ではですね、せっかくなので先生、手取り足取りお願いしたいです。ちなみにですね、さっきこの2人が踊ってた踊りとは違いますのでご安心くださいませ。うっかり首をやられるとかね、そういう心配ございませんのでね、先生、はい、よろしくお願いします。じゃあ私もこっちでね、一緒にやりながら、はい、早速じゃあ、それであれですよね、どっちがどっちを見るっていう、そうですね、はい、その辺もちょっと含めて、はい、進行方向こっち側なので、私ここで来て、先生はそうですね。はい、じゃあちょっと僕たちダンサーはですね、後ろを向くので、こちらの皆様方は同じように真似をしていただけるとバッチリだと思います。そうですね。で、私たちの正面にいらっしゃる方はこちらで、後ろにいらっしゃる方は私と先生の振りをね、見ていただくとちょうど合ってる形になると思いますね。はい。じゃあ先生、お願いします。やってみます。最初右足から3つ歩いて手拍子をします。逆も2、3、4。で次は2回叩きます。3、4、4。1、2、3、4、4。そしたら右から2つ下がります。右、左。で回ります。3歩ずつ。右、左、右。左、右、左。で左。でここまでが半分です。ちょっともう一回いってみます。右足から1、2、3、4、1、2、3、4。次は2回、1、2、3、4。ここまでが半分。あ、右下に下がって回ります。右足から1、2、3、1、2、3。で開いてるよ。ここで半分です。そしたら次はサビとかになるんですけども、左足から4つで飛びます。ケンケンするような感じで。はい。これは量産機ですね。量産機を意識してます。1、2、3、4。で逆も1、2、3、4。次は AT フィールドを開けます。はい。で右足から手を回します。今度逆も、これは白の攻撃です。で、それを攻撃します。精密で、4回振ります。4回振りました。そしたら最後。レギュラーですよ。やりました。先生、これ何ですか？これは先生、何でしたっけ？これは、ロンギヌスをやりを抜くシーンですね。刺して、ロンギヌス。抜いて、ドカーン戻します。で、フォースインパクトですね。右、左。で、両手を頭上に上げます。で、両手上げます。ですね。こういう順番で。あと先生、イレギュラーが1箇所なんですよね。あと、イレギュラーはそうですね。そのシーマになれば、あとは手を下げていって、こう、波のような、こういう波を、はい、そういうところが入れば、いいですよ。そうですね。柔らかくぜひやってみて。柔らかい感じで。でも多分、こう言われてもなかなかだと思うので、ちょっと皆様多分相当記憶力のいい皆さんだと信じておりますので、まずはちょっとやってみたいと思います。難しく感じるんですけど、2回しぐらいするとね、いつの間にかできるようになるんですね。これ不思議なもんで。恥ずかしさは捨ててください。いいですか？思いっきりいきましょう。では先生、よろしいですか？はい、よろしくお願いいたします。じゃあ、ユリックスだ。解説しながら踊りたいと思います。先生、まずはエバタッチですね。エバタッチです。横のね、タイプの女性のところまで行ってもいいですよ。エバタッチ。好きな人のとこ行って、やってください。いいですよ。オッケーですか？からの。最初サビから始まります。残酷な天使のように。左足を下げて右手を伸ばします。右足を下げて両手上げます。いい感じ。やっぱりね、そのもうこの残酷な天使のテーゼ祭りスピリットでつながったってっていうことですよね。本当シークロ率がね、先生すごいですね。すごいですよね。ありがとうございます本当に。青木先生いかがでしたか。皆さんにレクチャーも今日はしていただきましたけれども、本当すごい皆さんすごい勢いで踊れるようになって本当にちょっとびっくりしてるんですけども、ご自身の振り付けがこんなにたくさんの方にこう目の前で踊っていただいて、そうですね、いやものすごく嬉しいですね。皆さんやっぱその量産機飛ぶところとかものすごく上から見てるととてもなんか面白いと言っちゃいですけど、いやいやね、素晴らしい素敵な光景でしたよね。はい、皆さんありがとうございました。ぜひ今日踊ったこの残酷な天使のテーゼ祭りスピリット、お祭り会場ですとか、それから皆さんの地元の盆踊り大会でもね広めていただきたいですよね。はい。さて、エヴァンゲリオンストア出張所がですね、現在お近くの丸ビル1階、イベント会場の会場前に特設ストアがあります。おととい発売されて、そして今日皆さんに踊っていただいた残酷な天使のテーゼ祭りスピリット、こちらも、販売しております。これには高橋洋子さんのサイン入りステッカーも入っているということで特典でありますからね、ぜひぜひ皆さんゲットしてくださいね。その他 CD やブルーレイ DVD も発売中ということです。それから、はい、耳寄りな情報1個私入手しましたけれども、はい、なんとアゲハ美丈先生が実行委員会を務める中野駅前大盆踊り大会というのが8月11日と12日2日間で開催予定ということなんですよね。はい、私が実行委員長の祭りがあるんですけども、中野駅でなんと、はい、このお祭り11日には高橋洋子さんもご出演されるというそうなんです。もうね、またポスターがねすごいんですよ。ポスターがもうどうすごいかはね、ちょっと今ちっちゃいんでちょっとね見えないかもしれませんけれども、すごいんです。何か別のバトルかなっていうのもものすごいレースになってございますので、ぜひともですねこちらの方にも足を運んでいただいて、私はもう踊っているのよと、みんなとは違うのよと、ちょっとランクが上なのよと、分かりますかと、ちょっと濁アスカのような気持ちねっていう感じでねぜひキャッチホコったようにですね踊っていただけたら、私たちはすぐ見つけます。多分今日出たアドレナリンは8月11日までずっと出続けてると思います。間違いないです。そうですね、そのままのお気持ちで来ていただきたいと思います。詳しくはキングレコードか中野駅前大盆踊り大会の公式サイトをご覧ください。さあ、ここでこのスペシャルステージもお別れの時間が近づいてまいります。東京丸の内盆踊り2019に引き続き、夏の丸の内エリアでは楽しいイベントが盛りだくさんですよ。8月1日からスタートする丸の内スポーツフェスでは、丸の内15丁目プロジェクトラグビー運動会と題したエリア企業のワーカーの皆様に参加していただく企業対抗運動会を開催します。ラグビー経験者を対象にした真剣勝負のガチ枠、それから女性が運動があまり得意でない方でも楽しめるゆる枠に分けて予選を展開していきます。ラグビーボールの形をした球で行うラグビー球入れや、頭にセットしたラグビーボールを落とさないようにトライを決めるハットラグビーなど、気軽に参加できる競技もたくさんありますよ。現在参加チームを絶賛大募集中ということで、今日会場にお越しのエリアワーカーの皆さん、ぜひぜひご応募お待ちしております。応募の詳しい方法は丸の内 .com または丸の内スポーツフェスで検索してみてください。さあ残り時間も少なくなってきましたが、最後まで東京丸の内盆踊り2019でお楽しみください。ご参加ありがとうございました。